もっちゃん、もっちゃん、麻婆茄子弁当にしよう。いくら？1080円。そんな高くないよ、ウーバーで。どう？いいんじゃない？じゃあ俺これ、翔ちゃんやらんで。いや、俺は。あ、翔ちゃんあれでしょ？あの、チャーハン2個。1個頼んだら1個無料のチャーハン2個。1人で2個食う。それでしょ？なんで運動部みたいなことしなきゃいけない？運動部みたいな感じだからじゃなくて、あんたがケチケチだからよ。なんでだよ。俺、ケチケチだから、もうケチケチと認めます。ケチケチと認めるから家にあるやつでいいや。だって家にたくさんあるもんね。まあ、それは夜食べるべき、夜。チャーシューチャーハンがいいよ。だってほら、卵チャーハンよりチャーシューチャーハンの方が原価高そうじゃん。ちょっと100円違うけど。あ、じゃあ卵チャーハンでいいよ。うん、いいよ。と、あの、麻婆茄子お弁当、俺。麻婆茄子弁当。プリン？うん。たか、この感じで。麻婆茄子が食べたい。それがもういいよ。単品た、麻婆茄子。いや、いいんだけど、いいんだけど。餃子も入ってんだよ。あと140円でさらに 30%。大事よ。大事、大事、大事、大事。待って、待って。あと30円だって。まず30円でしょ。あ、サラダとかつけたら200円。あ、200円だと行き過ぎなんだ。あ、ごめんごめんごめん。余計なこと言いました。ごめんなさい。200円は行き過ぎね。30円でいいのに200円はちょっとごめんごめん言い過ぎたわ。うるさい。ちょうどいいなんか50円のやつとかやらんの、50円のやつとか。あ、そうです。なんかないの？ないんですか？ね、なんでそんなに俺をケチキャラにするの？俺そこまでケチで生きてないんですけど。なんていつもあんたが怒るじゃん、俺に。そんなにケチに生きてないんですけど、こっちは。あんたが怒んのよ、俺にいつも。ライスにしなさい。ライス150。うわぁ、150。まあ、いいよ、いいよ。だって、チャーハン2つ食うのにライス大盛りにする意味何それ。え、チャーハン2つ俺食べるよ。そうよ。うん。え、ライス大盛り俺食べるの？ちょっとよ。え、じゃあいいよ。あ、じゃあいや、サラダ食うのあんた。あ、いいよ。杏仁豆腐でもいいよ。あー、すごい割り切りなぜ。じゃあ、頼む。頼んで。え、頼むの？頼む？え、なんでそこまで選んで食べ、なんか注文しないっていう選択肢があんの？意味わかんないんだけど。だったら最初から選ぶなよっていう話。わかったよ、うるさいな。頼むの？うん。だからなんで頼まないっていう選択肢があるのって。うるせえ。待てないんだって、ウーバー頼んだのに。待てないじゃない。あなたさ、じゃん、麻婆茄子じゃん。麻婆茄子。これもう、チャーハン2個。あとおかずがないんです。確かにそうだ。確かにそうだね。ウケる。ここら辺と、はい、うん。それ全部もちゃんがやりました。全部もちゃんが遊びっぱなしで片付け、お片付けしないんです。人のせいにすんなよ。二人ともだろ。もちめちゃんごめんなさいって言って。ごめんなさいって言って。謝れよ。もちまりちゃん、土下座して。土下座してよって。やん、かわいい。もちまるにさ、土下座っていう芸を覚えさせる。やだ。よくないよ。やだよ。そんなさせてる癖の、ちょっと嫌だよ。癖の最上級編みたいな感じでさ。いや。ペタって。嫌です。街中でさ、飼ってるワンちゃんとかにさ、土下座って言ってる人なんか嫌だよね。嫌だよ。すごい音。すごい。ああ、いいね。すごっ。すごっ。俺は麻婆茄子弁当。僕はチャーハン2個。おかしいだ。なんでだよ。おかずがないことに気づいておかずを作るっていう。いただきまーす。あ、うまっ。うん。それ食べる？食べようかな。食べてよ。おかずないと悪いでしょ。いや、なんかなくなるの申し訳ないなって思う。大丈夫よ。うん。あれ、うん、
あ、麻婆茄子大好きよ。おいしい。うん。タルタルソース。ありがとう。美味しい。俺の唐揚げにとっても。すごくない？この業務用タルタル。うん、いいね、いいね。なんで家にこんな業務用あんだよっていう話。うん、美味しい、美味しい、幸せ。うん、よかった、よかった。うん、うまい。あー、うまい。100点の昼ご飯です。うん、うん、うまいね。おいしい。なんだこれはよ。またか。隠してんのにさ。またか、一人で。いや、だってさ、また一人で飲んでるみたいな感じで言ってますけども、これは撮ってくれたのあなたですからね。その時に一緒に撮ればよかったやんけ。飲めばよかったやんけ。うん。じゃあ、撮ってください。うん。あ、でも、ハイボールがいい。ハイボールにする？うん。俺もう一本これ冷えたやつ飲むからさ。うん。ハイボール作ってあげるよ。ありがとう。助かる。わーい。わいわいわい。うーまい。タルタル。あー、もうこのままもうゆっくりして寝たい。いや、もう幸せよね、なんかお腹いっぱいになって寝るの。うん、本当に。乾杯。乾杯。イエイ。うん。あー、おいしい。優雅な休日だ。いやー、うーん、うまっ。これ大盛りにしてないのにさ、このご飯の量すごくない？あ、確かに。ね、いや、そうそうそう、そうだった、大盛りだと思ってた。大盛りじゃない。うんうんうん。あ、うまい。うるせえか。うまいうまい言ってんのに。でも心からの叫びでしょ。美味しいからいいじゃん。しおちゃん嫌いじゃん、なんか美味しいのにさ、全然スンとして食べる人嫌いじゃん。嫌いじゃないけど、どっちとはなるよね。うんうんうん。え？どっち？みたいな。美味しいの？美味しいの、美味しいの、美味しくないの。うん。いるよね、表情変えないでずっと食べる人もね。うん。うんうん。できれば、うん、ちょっと感性出してほしい。うん、わかるわかる。作りがいないよね。作りがいはちょっと難しいね、そこら辺はね。もうお母さん焼きもきするよ。うんうん。なんかそういうのもさ、うん、やっぱ性格なのかな。うん、表情に出す出さないとかさ、なんか最近さ、携帯のインスタとかさ、X とか見てたらさ、やたらなんたら診断みたいに出てくるんじゃん。あー、はいはいはい。MBTI、うん、みたいなやつ。うん、あれなんなの？新手の細木和子みたいな感じなの？あー、火星とか。そう、あの、星の話です。火星人とかさ、土星人とか。え、細木家族が作ったんだよね。うんうんうん。あ、そういう感じ？そういう感じなのかな。いや、いいんだけどね。うん。いいんだけど、本当にそれで性格が判断できるのかね。いや、自分がそれだって、うん。わかるのは全然いいと思うの。うん、うんうん。でも、多分、そういうので多分、このタイプとこのタイプは合わないとか、そういうのも多分、公表ってかしてるでしょ？相性ね。それで、あ、自分この人このタイプだから合わないっていう風に決めつけてる人は嫌だなって思う。あ、わかる。わかんないよね、実際さ、付き合ってみないとさ、一緒に仕事してみたりとかさ、うん、遊んでみたりとかさ、うん、してみないとわかんないよね。うん、だってそれでくくられたら、うん、もうみんなほぼそういう性格ってなっちゃうもんね。うん。わかる。難しいね。なんかでもそれで救われた人もいるかもしれないけど、なんか自分はそういう性格なんだみたいな。でもそのタイプだからって、例えば落ち込みやすいとかさ、項目があってさ、え、そのタイプだから落ち込みやすいんだ
だから落ち込んじゃうよみたいな感じになってたら嫌だなって思うね。ああ、まあそういう性格なんかしょうがないじゃん。うんうんうん。開き直る的な。まあね、そう。昔からあるよね、なんか動物占いとかさ、うん。人の動物と相性がいいとかさ、うん。あるある。遊び程度でさ、やるならいいけどさ。うん。でもやたら書いてる人多いじゃん、最近。書いてる人も多いから、うん。言いたくない人も多いんだって。判断されちゃうから？そう。ああ、なるほどね。だから恋愛リアリティショーとかでもさ、なんかタイプ、そのタイプって言って、その何、なんか、分けられてるよ。そうなんだ。うん。書かないでほしい。ね。そんなん書かないでほしいじゃん。書かないでほしい。なんかそんなんで決めつけられたくないのよ。うん。そう。まあ自分が何かを一回は調べたけど。うん。やってみた。やってはみたけど。しかもあれ結構さ、質問の量多くない？多い。すんごい多いよね。てか分かりづらい。あ、分かりづらい。うん。え、何言ってんのみたいな質問が。分かる分かる分かる。分かる分かんない。うん。あんなんその時の気分で変わりそうじゃん。うん、うん。そうなのよ。うん。じゃあ難しいんだよ。な。うん。みんなそんな気にしてんのかな？あれは一切気にしない。じゃあ例えばさ、うん、なんか占いとかでさ、うん、よくあるじゃん、何座の何型は、うん、何座の何型と相性がいいですとか。あー、はい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 。もしなんかそういうの見た時にさ、俺とめっちゃ相性悪いですみたいな感じで書いてあったらどうする？ちょっとは信用するよね、絶対。なんで？え？信用するんだ。うん。そうかもみたいな。書いてたらね。何が実際、相性が悪いやねん。うま。食べちゃった。もう一個あるの？もう一個いい？うん。やっぱ相性が悪いとか書いてあったらちょっと気にするよね。そうねー。逆にめっちゃ相性がいいって書いてあったら、ああ、やっぱりなって思うもんね。いい、人によるね。あ、人によるけど。人による。うん。まあ、いいことだけ信じとけばいいね。いいよ、つまんで。ことだけじゃない。うん。ん、何それ、うん、何そのチョコッと。ナスの皮。もうちょっと取れよ。だってもう俺、ご飯なくなっちゃうもん。取って取って。うん。これ、いくらだったっけ？1,080円にしては高いよ。ウーバーですもの。お店で買ったら800円くらいな。800円の弁当も買わないよ。うんふん。買うの？ 800 円だとそんな高いとは思わないけど。800円の弁当買うんだったら、あったかい食事求めるけどね。お店に入るよ。うんうん。まあ確かに。うん。あ、もうこれ、残りあげる。いいよ、食べなさいよ。うん、いいよ。うん。なぞ、あげる。いいの？うん。やった。ここかけて食べて絶対うまい。うん。うん。食べたいなんだ。うん。いらない。いらない。美味しい。結局、どこまでも食えちゃう。ああ。わかるわ。うん。いや、わかんないわ。わかる。なんだかんだすぐお腹いっぱいになるんだった俺、うん、でもやっぱ二人してさ食べること好きだからいいよね。うんうんうん。ああ。もうなんか食べることが楽しいじゃん二人で。そうだね。うん。もうしょっちゅうさ今日の晩ご飯何にするとかさ明日何食べるとかいう話してるしさ、うん、どっか行くにも何食べるっていう話するし、うん、で家帰ってさ何作るとかさ、うん、そういう話ができるからなんかすごくいい。うんうんうん。なんか興味ない人は興味ないじゃん。あ、食べることに興味がない人ってたまにいない？なんでもいい。ああ、まあ極端に痩せてる人とか結構多いと思うな。うん。だからねと思うけど。痩せてんだろ。食べれたらなんでもいいみたいな人いるじゃん。とお菓子ばっかり食べる人とか。ああ。まあそういう人とはね、食が合わないとさ。うんうん。困るよね。うんうん。食べづらくない？お箸で。うん。食べづらい。うん。うん、なんで？レンゲ使わないの？使う？使わない。レンゲで食べるともうすぐなくなっちゃうんだもん。ね、言ってたね。うん。やだ。
なんでお箸で食べるのっつって、うん、言ったらすぐなくなっちゃうから、うん、どこまでも食えちゃうのよ、こっちは。うん、うまい。おう、うん、ね、寝てるから、静かにして。よかったね、なの落ち着いてくれて、うんうん、さっきまですごかったか。可愛いんだけどね。でも最近2匹目飼おうかなんて話もするじゃん。もっと大変になるよね。大変大変。でもなんか痛れ痛れ楽しいんだろうなと思うよね。どうしよう。え、もし、ま、もしさ、また2匹目飼うとしてもシリーズ。シリーズ。名前どうする？もう名前決めちゃったらもう飼っちゃうよね。まあね。どうしようかな。近い名前は良くないから。うん、1匹目が。まあ、持ち丸だから、文字数も変えた方がいいと思うよ、多分。ああ。分けられるために。うん。はい。何ですか？しずえ。やだ。しずえさん。やだ。やだ。やめて。やだ。なんでやなの？やじゃん。なんで？言って。風邪みたいじゃん。そうだよ、別に。かずえちゃんが家じゃないよ。そういうわけじゃない。確かに。自転とかずえじゃん。うん、確かに似てるからね。うん。どうしても連想しちゃうよね。仲いいしね。何がいいかねー。餅つけられないでしょ。餅ダメ、ダメ。丸もつけられないでしょ。うん。似たような、どっちも振り向いちゃうから。うん。ねえ。本当に分けて呼ぶとき大変だからさ、同じような名前って判断できないらしい。みんなは丸餅ダメ、うん、ダメダメダメ、もうやめて、そういうの、ね、やめてやめて。だってさ、この子あれじゃない、だって冬とかのさ、うん、じゃあちょっとなんとか餅、きなこ餅食べようとかさ、そういうのでも反応するもん。あ、だからダメなのよ、餅ってつけちゃう。じゃあ、はい、はい、アリエル。なんでだよ。やだよ。やだよ、犬にアリエルってつけてる人。ってもう世の中の犬にアリエルってつけてる人、今敵に回せれば。絶対いるよ。リトルマーメイドが好きな人とかさ、アリエルとかつけそう。うん。でもライオンキングが好きな人はシンバとかさ、ナナとかつけるじゃん。ああ。シンバね。シンバは可愛いね。シンバ可愛いよね。男の子だな、そしたら。うんうん、別にいいけどね。まあまあそうね、もちまるも女の子ではもちまるって名前してるし、うんうんうん、何なのこれ、どういう状態、何どういう状態これ。うん、頑張って。なんでさ、はぁーってすんの、ご飯食べた後にさ。は、何、え、嫌なの。嫌です。え、臭かったの。いや、臭くはなかった。じゃあいいじゃん。でも嫌じゃん、なんか。何言ってんだよ。風呂入んねえやつがよく言うよ。いた。あんたも持ち丸も風呂入んない。持ち丸はしょうがないじゃん。持ち丸はしょうがないよ。あんたしょうがなくないんだよ。うるせえな。